新たな魔獣の発生情報があったらしく、俺たち対策本部は作戦を立てることになった。対策本部への協力要請があったのはこの村よ。しかし魔獣に関する出没地の情報はないの。だから一度村に向かって詳しい話を聞いてください。本件に関してはリソルバート殿とキリトに対応を任せたいと思います。いいかしら。承知しました。わかった。それじゃあ村に向かうよ。お願いするわね。なんだろう、ディソルバートと二人で行動するのが珍しいからか、話をしようにも話題が思いつかないな。気難しそうだし、一度敵として戦った相手だからか余計に気を使うというか。もうすぐだ。え？村はあと少し歩いた先にある。ああ、わかった。前にもここに来たことがあるのか？ない。しかし地図の縮尺から距離を知ることはできる。そして我らの歩いた歩数を計算したのだ。え？まさか静かだと思ったら俺たちが歩いた歩数を数えてたのか。そうなんだ、計算してくれてありがとう。うん、いろいろと謎が多い人だよな、ディソルバートって。気難しいかと思えばそうでもないみたいだし。ようこそお越しくださいました、聖豪騎士殿。魔獣の情報に関して詳しく聞かせてほしい。実は近頃山間でキコリが知らぬ間に何者かに襲われ大怪我を負うような事件がありましてな。どうにか生きては帰ってきたものの、何に襲われたかは分からなかったようでしてな。ただ戻ってきたものは体の血を多く抜かれておりました。体の血を抜く？ええ、体の血を抜く獣など聞いたことがありません。そのため魔獣なるものではないかと疑ったのです。そして昨日村の衛士が山間へ様子を見に行きましたが、その者も帰って小津じまいでして。話は分かった。それでは我らが調査に向かう。ああ、なんとか突き止めてみせるよ。よろしくお願いいたします、聖豪騎士殿、剣士殿。この地域の伝承を一通り調べておいた。で、早いな、いつの間に。お前が店で回復物資の調達をしている間にだ。どうやら魔獣の発生情報があった山では昔氷の吸血獣と呼ばれた魔獣が存在していたらしい。氷の吸血獣？ああ、古き時代にその山で生きていたとされる獅子だ。人の生き地から天命を吸収し糧とする性質を持つと。そして150年前に聖豪騎士によって倒されたという記録がある。150年前か。倒したのはベルクーリさんかな。そこまでは記されていない。なるほど。ただそういうことならカラントからそいつが復活したっていう可能性がありそうだな。ああ、確証はないが伝承によると山の中腹あたりにある洞穴の中に魔獣の巣があったらしい。わかった。それじゃあ村を出て山の中腹を目指してみよう。騎士様！我に何用だ？どうかこの村の英子を、私の夫を助けてください。この人、さっき話に出ていた英子の奥さんか。承知した。
必ずや助け出すと誓おう。ありがとうございます、キス様。あ、待ってくれよ、ディソルバート。なんだか不思議だな。何がだ。いや、少し前まで敵同士だったディソルバートとこんな風に二人で一緒に魔獣を倒しに行くなんてさ。そうだな、我はあの時お前とお前の相棒に完膚なきまでに敗北した。だがあの時と今の我は違う。今回の戦いでは同じ失態を繰り返すことはない。必ずや挽回し本件を解決してみせよう。おう、もしかして前に敗北した時のことを気にしているのか。だとすれば余計なことを言ったか。なんだ、急に気温が下がった。凍結、まさか。どうやらここが魔獣の巣のようだ。あれ人じゃないか。氷漬けで仮死状態にされているようだな。魔獣の生き餌ということか。そうだ、あんたの武装完全支配術ならその氷を溶かせるよな。ああ、今すぐかの者を解放しよう。待て、その前にやらなきゃいけないことがあるみたいだぜ。ああ、そのようだ。どうやら手強い敵になりそうだな。案ずる必要はない、言ったはずだ。我は同じ失態を繰り返さぬと。我が炎の鉄槌により、必ずやかの魔獣討ち取ってみせよう。ああ、期待してるぜ、ディソルバート。間違いない、これはカランドだ。それじゃあこいつを切る。少し待っててくれ。ああ、頼んだぞ。これでもう復活することはないだろう、再び種がまかれない限り。あ、そうだ、ディソルバート、あの英雄。
分かっている。エンハンスアーマメント。はあ！すごい。ディソルバードの武装完全支配術で炎をまとった矢が氷に刺さり溶けていく。すべて溶けたようだ。心臓は動いてるし、息もある。大丈夫だ。それではかの者を連れ村へ報告に戻るとしよう。祝勝会みたいなものまで開いてもらえるとは思わなかったな。ああ、だが長居をする予定はないぞ。食事を済ませたらすぐに対策本部に戻るべきだ。終わったばかりなんだからそう焦らなくても。せっかくディソルバートとゆっくり話せる機会だし、いろいろ聞きたいこともあるしさ。我に聞きたいこと？なんだ？俺たちと戦った時と今のディソルバートは違うってさっき言ってたけどさ、確かにディソルバートは変わったな。前に敵として戦った時よりもっと強くなってる。ああ、我は前の戦いを挽回する気でいた。そのためには鍛錬が必要だと考え励んできたが、敗因を考えた時、我は最も重要なことに気づいたのだ。お前たちは圧倒的不利な状況でも我に抗い打ち勝った。それはあの時のお前たちには何があろうと負けられぬ理由があったからではないかと考えたのだ。あの少年に関してはアリス殿を取り戻すため、お前は最上階を目指すべく命を懸けていた。我は慢心というわけではないが、修験学院の生徒二人など容易に倒すことができると考えていた。あの敗北を経て我は悟った。どんな戦いに挑む時も必ずや負けられない理由を持たねば人は慢心するのだと。なるほど。じゃあ今回ディソルバートが持っていた負けられない理由は何だったんだ？我らに助けを求めてきた人々の守護だ。そのためには負けることなどできない。人界の守護、それが我らの使命なのだから。なるほどな。納得がいくよ。だからあんなにも戦いに容赦がなかったのか。ああ、そして我に抗い負けられないという思いを教えてくれたのはお前たちだ。恩に着るぞ。我はこれからもその思いを強く持ち続け戦うことになるだろう。人界が危機にさらされている今は常にどの戦いでも敗北するわけにはいかないのでな。ああ、どの戦いでもきっと命がけだ。これからも我はお前たちと共に戦い、必ずや魔獣が現れた人界に平和をもたらしてみせる。かつては敵、しかし今は同志であるお前に誓おう。我が炎はこれより人々を守る盾として捧げる。常に全力で戦い続けよう。心強いな。こちらこそ、これからもよろしく頼むよ、ディソルバート。